こんにちは、エヴァとたけしです。今回は友達は少ないのが当たり前というテーマでお話ししていきたいと思います。人はそれぞれ違う存在です。私たちはそれぞれ違う感じ方や考え方をします。なので人が集まれば意見が割れて対立したり、感情の食い違いが起きて摩擦が生じたりするのは自然なことです。友達が少ないんですという人は、友達の定義を心を許し合える関係にしていたりします。なかなか人と通じ合えない私たちが、そのような定義を採用していたら友達が少なくなるのも当然のことです。あの人は口が軽いから信用できない、表と裏の顔があるから信頼できない、あの人はすぐに機嫌が悪くなるから気を抜くことができない、などと厳選していったら、友達は一人もいませんでしたとなるのは当然のことです。私は友達が多いんですという人は、何でもかんでも友達というカテゴリーに入れてしまう人です。そのような人は同僚も友達、ママ友も友達、行きつけの定食屋の店員も友達、あの人とは一回お酒を飲んだことがあるから友達と、どんどん友達が増えていきます。私は以前初めて会った人に、今日家に泊めてくれないと頼まれたことがあります。多分そのような人は、1時間ぐらい同じ空間にいる人は全て友達になってしまうのだと思います。私は友達が多いんですという人も、友達が少ないという人と同じ心を許し合える関係という定義を使えば、友達が少ない人になってしまいます。友達が多い少ないというのはほとんどの場合主観です。私は人気者だから友達が多いんですというのも、私は退屈な人間だから友達が少ないんですというのも、ほとんどの場合その人の感想です。心を許し合える関係という定義を使えば、友達が少なくなるのは当然のことです。しかし、たまにその定義を使っても本当に友達が多い人がいます。そのような人は、一つの長所がずば抜けていて、あとは欠点だらけという人です。例えば、すごく情に厚くていいやつだけど、一人じゃ何もできないという人がいたりします。そのような人は好かれるので、周りに人が集まってきます。そして、引き寄せられてきた人たちは、こいつは本当にしょうがねえなあという感じで面倒を見ます。欠点だらけの人は、自分ができないことをやってもらうと、本当にありがとうと感謝することができます。そして感謝された方は、また欠点だらけの人を助けたくなるという循環が生まれます。友達が少ない人は、友達エリアより知り合いエリアの方が広いというだけです。友達が多い人は、知り合ったらすぐに友達だと思う人です。心を許し合える関係という定義を採用したら、友達が一人できるだけで十分幸せだと思います。友達を作るコツは、まずは自分自身と心を許し合える関係になることです。自己否定をやめて、そのままの自分を受け入れることで、他人に対しても寛容になることができます。弱いところがある自分を許すことで、同じように弱さがある他人を許すことができるようになります。自分にはできないことがあると認めることで、人に助けてもらったとき感謝できるようになります。ということで、友達が少ない自分はダメだと責めるのではなく、私が友達になるから大丈夫だよ、私が大切にするから大丈夫だよと、自分に優しくしてあげてほしいと思います。